はい、菅野泉です。今回はちょっと違って、就活についてのお話をしていきたいと思います。で、就活って聞いて今、私関係ないや、僕関係ないやと思った方、ちょっとだけ待ってください。僕、今、現役の就活生、3回生で、現役バリバリ就活してるんですけど、で、新入生の時に、あ、これやっとけばよかったなっていうのを一つだけあるんですよ。それを皆さんにぜひやってもらいたくて、この動画を撮ってます。まあ、就活って言ったらね、何ステップか踏むんですけど、まあ、エントリーシート書いたり、面接の準備をしたり、自己分析、企業分析したり、またテスト、ちょっとウェブテストみたいなのがある企業もあるんで、そういうのを、準備する、その何ステップかあるんですね。で、その中で、皆さんにやってもらいたいのは、自己分析です。これだけ。これだけを今のうちにやってもらいたいです。他のやつは、まあ、2回生後半とか、3回生の前半ぐらいからでも、まあ、一般的なんで、まあ、やってもら、前々からやってもらっても全然、そっちの方がすごいんですけど、今のうちにやるとしたら自己分析を本当にお勧めします。はい。で、まあ自己分析って何かっていうのを簡単に説明すると、まあ、自分の人生振り返ってもらって、自分がどういう経験をしたとか、自分がどういう感情を抱いたとか、そういう、分析を徹底的にして、で、自分の特徴とか自分の性格、で、自分の強み、弱みみたいなのを、言葉にできるようにしてもらいたいんです。これが自己分析です。まあね、詳しいやり方は、まあ、サイトで調べてもらって、リクナビとかマイナビのナビサイトで、やり方なんか詳しく書いてあるんで、それ見てもらったらいいんですけど、まあ、なんでその自己分析をお勧めするかっていうとね、今さっき言ったように、自分の特徴とか強みが分かることによって、自分の将来像っていうのがはっきりしてくるんですよ。これどういうことかっていうと、自分が過去にこういう経験をして、こういう感情を抱いた。例えば、なんやろな、こういう経験をして楽しいって感じたって思ったら、それが結局将来にも同じようなことが当てはまるんですよ。この人の性格って、まあまあ変わるもんじゃないから、やっぱり過去の経験って結局将来どういう経験をしたいかっていうことに繋がってくるんですね。だからこそ将来像がはっきりして、一直線に向かって、その将来像に向かって早いうちに努力できるっていうのが自己分析のいいところなんで、ぜひ皆さんには一回生の早いうちからその自己分析をしてもらって、将来像も決めてもらって、そこに向かって一直線に頑張ってもらいたいんですよ。はい、今回は熱くなってちょっと紹介してるんですけど、本当にこれは僕も今早いうちにやっとけばいいなと思って、これを3回生でやり出すのと1回生でやるの全然違うから、そう、早いうちに夢を持って、目標を持ってやってる人って本当に強いので、ぜひね、皆さん、自己分析してもらって、将来像も決めてもらえればいいかなと思います。ただね、やってるうちに自分に強みはないんじゃないかとか、あんまり特徴がわからないって人多く出てくると思うんですよ、最初は。でもこれに気づけることっていうのがとても大事で、自分の強みとか弱みを、経験の中で見つけていくことが大事なんですよ。どういうことかっていうと、高校生とか中学生ってやっぱり勉強メインで、まあ部活、勉強と部活がメインかなって感じだったじゃないですか。だからこそあんまり自分の強みとか特徴っていうのは見つけにくいような状況だったんですね。でも、これから大学生として、まあ、いろんな経験ができるっていう中で、いろんなチャレンジもできる。そういう中で自分の特徴、強みっていうのを見つけていければ、見つけていってほしいなと思います。はい。で、そこで失敗してもいいんですよ。経験、チャレンジして。そこで自分がなんで失敗したかとか、そういうのをしっかりね、分析してもらえれば、自分の苦手なこととかも分かることもめっちゃ大事なんで、ぜひ、今のうちにいろんなチャレンジをして、充実した学生生活を送ってほしいなと思います。そうそう、コロナの影響で今のうちなんかチャレンジできることも少ないって思ってる人も多いと思うんですけど、まあ、秋学期から学校も実際に始まるんで、チャレンジできる可能性も今より、大きくなってくると思いますし、今はね、自宅でできることも結構増えてきてるんで、例えば英語の勉強だったりも家でできるし、他にも自分が勉強したいことを、講座、ね、なんか、インターネットでできる講座とかもあるじゃないですか。そういうのもできるだけ活用してやってもらえると、いろんな可能性が広がると思うんで、本当に何でもいいです。本当に何でもいいからチャレンジして、自分の強み、弱みみたいなのを見つけてもらえたらなと思います。はい、今回の動画は以上になります。この動画で皆さんが、新しい一歩踏み出せれば嬉しいと僕も思ってます。はい、じゃあ以上です。バイバイ。